田島の国伊豆市観光協会は、伊豆市町の新ンコロの時計が稼働した日は1881年9月8日で、札幌の時計台に次いで日本で2番目に古い時計塔だと発表しました。伊豆市町のシンボル新ンコロは廃藩置県直前の1871年に建てられ、 当初は高さおよそ1881年に時計が寄付されてからは時計台に生まれ変わり親しまれてきましたが札幌の時計台も同じ1881年に稼働していることから長らくどちらが日本で最も古い時計台なのか論争が続けられてきました。 そんな中、田島の国伊豆市観光協会と豊岡市文化財室は共同で会見を開き伊豆市町の公道小学校に残された日誌をひもといた結果新ンコンが時を告げ始めた日が1881年の9月8日と特定したと発表札幌の時計台の稼働は同じ年の8月12日とされていて 新ンコロは最古の時計台ではなく2番目だったということです残念ながら日本最古とはなりませんでしたが町のシンボルをた,たえ9月8日を伊豆市時の記念日に制定しました